皆さんこんにちは。今日は娘のうららが、2月9日で1歳になりましたので、私の1年前の出産の経過動画をお届けしたいと思います。記念になるかなと思って撮っていたものなので、画面が縦だったり横だったりちょっと見づらいかもしれないですけど、ご了承いただければと思います。とめちゃくちゃド素人で、その経過の中でちょっと意味合い違うよっていう部分もあるかもしれないですけど、自分の中でこう看護師さんに言われて解釈したよっていうのを書いておきますので、参考にしていただければと思います。それではどうぞ。はい、本日は2月7日の予定日です。ビビちゃん予定日です。ですがまだ陣痛が来て来ない、生まれる気配がないのと、あと妊娠高血圧になってしまったので今日から入院になりました。うまく陣痛が来れば出産になりますが、もしかすると帝王切開かもしれません。帝王切開の恐怖も少しあるけど、陣痛も痛いだろう、だからまあどちらにしろ痛いので、まあそこは早く会えればいいなと思っております。これはふみふみの T シャツです。着心地いいです。借りてきました。いつ出産になるかわからない中での入院ということで、ちょっと寂しさがありますが、楽しんで入院生活していきたいと思います。早く会いますように。おはようございます。2月8日、本日入院生活2日目です。昨日はこの病院のビーズ枕が自分に合わなくて全然気持ちよく寝れませんでした。昨日の夢はラクロスをしてました。だけど自分は臨月だったため試合に出れなかった夢でした。会えます、楽しみにしてるよ。明日ダディになります。明日ダディになります。楽しみです。ラストお腹の中ビビちゃんです。頑張ります。入院前は来てくれて本当にありがとう。私は今こちらを楽しんでます。そして今日の夜はこちらを楽しみたいと思います。本当に本当にありがとう。頑張れさくらちゃん、頑張れ頑張れさくちゃん、えいえいえい、 I smoke a cigarette at home, the baby is coming, I know she gonna be born tomorrow.3時ごろおしっこに行ったときに破水のようなものを感じて見てもらったら、やっぱり破水してました。今便意のようなものが定期的に来ている状態です。心音をつけたときはビビちゃんは元気でした。ちょっと今様子よくわからないですけど確認してもらってます。ちょっと陣痛が来ていて、今はこの子宮の針止めをしてもらって、予定通り1時に帝王切開をするという判断に至りました。ゆっくりリラックスしてちょっと寝て過ごしたいと思います。点滴は一旦止めて、夜中のような激しい痛みはな、まあ、動いてないからかないです。まさか破水と陣痛を味わうとは思って
てなかったけど、あと少し、8時だからあとちょっと頑張ります。ただいま12時15分、あと45分後に帝王切開です。あと少しで会えます。頑張ります。1時20分から手術になりました。あと10分15分後です。元気な赤ちゃんビビちゃんを産んできます。ビビちゃんずっとありがとね。いいマタニティ生活でした。最高です。これでもう会えると思うと本当にちょっとテンション上がってます。ラストスパート一緒に頑張っていきます。出陣です。じゃあ入る保育器は先に下に降りてますね。はーい。来ました。よろしくお願いします。泣き声とか顔をね、見れるといいですね、声かけますのでね。大丈夫大丈夫。歯医者の麻酔我慢して、はい、それだけちょっとじくっとね、はい、あとは痛いところない、ちょっと怖いとは思うんですけど、はい、うん、頑張ろう、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、赤ちゃんも全然発生して1回も死ぬのも下がらなかった、うん、強い子だから大丈夫、はい、行ってらっしゃい、行ってきます、行ってらっしゃい、行きましょう、じゃあはい、頑張って、はい、母になるよ、何でもね、あの伝えてね、痛いときは。いってらっしゃい。いってらっしゃい。頑張って。昨日は顔見れたんで、テープ巻いちゃってるけど。ビビちゃんありがとう、かわいい。かわいい、ありがとうございます。いろじろちゃん。はい、お父さん、あと中でも写真撮れますのでね。はい、いかがでしたでしょうか。今回出産を経験した感想は、やっぱり手術は怖かったし、術後の痛みはやばかったです手術の経験もなければ結構ビビリな私なので、あんだけ泣いてしまいました。手術中っていうのは麻酔で痛みもなく、なんかお腹をこう探られてるなっていう感覚はしかなかったんですけど、麻酔が切れた後っていうのがもうどんだけ薬飲んでも点滴を打っても痛みが取れず、夜中寝れなくて泣きながらナースコールして、どうしたら寝れますかって助産師さんに質問したぐらい痛かったです。ちなみに産後5日目の私の様子がこちらです。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、あー、ドゥンドゥン、ジャンボリ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 、ジャンボ。これ結構全力なジャンボリミッキーです。本当に本当に痛いんですけど、徐々に徐々に回復してって、生まれた可愛い我が子を見てると、
痛みも忘れてしまうぐらい抱っこしたりお世話したりっていうのができると思いますので、今出産を控えてて、まあ、もしかすると手術を経験する人がいるかもしれませんが大丈夫です。安心してください。絶対に良くなります。元気になりますので、我が子に会いたいっていう気持ちで臨んでください。こうやって自分自身も生まれて生きてるっていうことは当たり前ではないなと思いました。お腹に赤ちゃんが来てくれて10ヶ月お腹の中で育てて出産で、はい、ありがとう、無事に生まれてきてくれるってことは奇跡だなと改めて思いました。本当に母親にも感謝します。これからも笑顔いっぱいうーちゃんが育っていけるように私たちは頑張りますので、皆さんぜひ見守っていただければ嬉しいです。それでは見てくれてありがとうございました。バイバーイ。めっちゃバイバーイ。